まるちゃんのサバイバルスペイン語講座始まるよ。こんにちは、まるちゃんです。こちらスペインはマラガからお送りするサバイバルスペイン語講座、今日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はねちょっとだけ勉強して、あとねその後ねちょっとショッピングセンターにね、あんまりの暑さにねちょっと逃げ込んでまいりましたのでね、そちらの様子をご覧いただきたいと思いますよ。こちらまるちゃんのサバイバルスペイン語講座では、私のスペインでの日々の生活をもとに、楽しくレアなスペイン情報をあと簡単で必ず通じるスペイン語をあなたにどんどんお届けしておりますよ。ぜひですねチャンネル登録をプチッとしていただいて、私と一緒にね楽しくお勉強していただけると嬉しいです、ということでございましょうか。でね、今日後半ねずっとセントロコミュニシャルに行ってダラダラしたね動画撮ってまいりましたね。そちらをねご覧いただくということで、その前にちょっとだけね条件法ってね、表現方法ね、文章を作るね、公式みたいのがありますね。そちらをねちょっとお勉強しておきましょうね。ちょっとだけです。暑いから、もう暑すぎてもう本当大変。こちらね簡単なんです。これ C という言葉があります。これC ってイエスのね方のはいの方の C ではございませんですし、もし何々だったらというね C なんですけど、これを使って例えばもし何々だったら何々しようとかね、何々してくださいとか、そういうねタイプの簡単なパターンね、こちらをご紹介しましょうね。組み立て方といたしましては、最初にその C を持ってきて、それで、次にですね、現在形ね、現在形、もし何々だったら、ここは現在形になりますよ。で、後ろにね、作り方としては、また後ろに現在形を持ってくるパターン、もしくは、未来形を持ってくるパターン、もしくは命令形を持ってくるパターン、これでね、文章が作れます。これ便利なんでね、ちょっと覚えておきましょうね。ちょっと例題を出しますんでね、見てみてください。とね、あまりの暑さでね、もう家にいられないなということで、冷房のあるショッピングセンターに逃げ込んでいたということですね。それをちょっとね、どういう感じで表せるかというのを見てまいりましょう。例えば、シアセカロール、シアセカロールというのはね、もし暑かったらってことですよ。もう見ればわかるんですよ。暑いのはね、わかるんですけど、シアセカロール。この後ろにね、ちょっと文章を置いていきましょう。シアセカロール、ボイアルセントロコメルシアル。ボイアルセントロコメルシアね、これは、シアセカロールボイアルセントロコメルシア、これは現在形ね、ショッピングセンターに行きますということでしょね。シアセカロールボイアルセントロコメルシア、これは現在形と現在形を組み合わせました。次にシアセカロールイレアルセントロコメルシアというふうに言いましたよ。これ、イレというのはこれ未来形ですね。未来形でございますけど、もし暑かったら、ショッピングセンターに行こうというふうになっていますね。シアセカロール、イレアルセントロコメルシアというふうになりましたね。三つ目ね、これは命令形ということで言いますけども、シアセカロール、バモスアルセントロコメルシア。これ、バモスの方が私たちに対するね、現在形なんですけども、ちょっとね、ご主人とかね、お友達にも暑いから、ちょっとショッピングセンター行こうよ、という感じで誘っているというタイプの命令形になりますよ。シアセカロ、バモスアルセントロコメルシア。ね、次にね、これは何でしょうね、命令形に、あなたに行ってこいということなんですけど、シアセカロ、ベアルセントロコメルシア。ベ。これね、イールのね、命令形で、あなたに対して、ベという言葉があります。これね、ベ、アルセントロコメルシアというふうになりましたね。あと、これ、例えば、あなたたちに言いたい場合は、シアセカロール、イッ、アルセントロコメルシア、イッ、これ、イ、でと書いて、これもね、イールの命令形で、これはあなたたちに対して言ってる命令形ということになりますよ。ね。シアセカロール、イッアルセントロコメルシア。という感じでね、もうみんなで、ね、ショッピングセンターに逃げ込もうという算段でございます。これがね、使い方なんですけど、ちょっと他にも例題をね、今のセントロコメルシア、ショッピングセンターに逃げ込むパターンでございましたけど、他にもね、言い方ありますから、例えば、シアセソール、ボイアラプラジャね。シアセソル、ボイアラプラジャね。もし日が照ったらね、もし天気が良ければ、海に行きますというふうに言ってました。もう嘘です。行きませんけどね。次に、シアセビエント、シアセビエント、ノーボイアルヒムナシオ。これはどういうことかというと、もし風が吹いたらね、今日予定だったジムには行きませんと言っておりますよ。ハワイのなんとか、
なんでカメハメハ大王みたいなことになっておりますけどもね、雨が降っても学校行かないということでございましょうかね。でも風が吹いたらもうどこにも行かないということでございますよ。Si hace viento no voy al gimnasio というふうに言いました。次にね、Si hace frío ponte más ropa ね、もし寒かったらね、もっと服着てというふうに言いましたね。もう早く寒い季節が来てくれればいいなと思っております。シアセフリオポンテマスロパなんてね、でも早く言いたいということでございましょうか。ね、あと、シティネスウィニョデスカンサンポコ。ね、そういうふうに言います。これはね、もし眠かったらちょっと休憩すればというふうに、これは命令形という形にしてありますよ。次にね、シティネアンブレバーコメルフエラね、もし、お腹空いてないのなんてね、言ってますけど、お腹空いたら外でなんか食べるわよという感じで言っているね。シティネアンブレバーコメルフエラという感じでしょうかね。こんな感じで今日はね、ちょっと条件法、これも簡単なパターンでしょ。まだ他にもいろんなタイプあるんですけど、これは現在形で使えてね、会話にもね、用いやすいタイプのね、構文ということですね。ぜひ覚えてみてくださいね。でね、これからちょっと私、近所のね、ショッピングセンターにね、行ってきた様子をね、ちょっと入れてみますね。ご覧になってみてくださいね。こんにちは、まっちゃんです。今日はね、ちょっと家がものすごく暑いんで、ちょっとセントロコメルシャールね、ショッピングセンターにね、逃げてきました。みんな逃げてきてる人がいっぱいでも、なんか大変なことになってそうですけどね、行ってみたいと思いますよ。なんかちょっともうものすごい人なんで、ちょっと挫折しそうになってます。諦めましたね、これ。あ、ここはうちの、今一番近いセントロコメルシャショッピングセンターなんですけど、やっぱりスーパーとね、いろんなお店が併設されています。ここは映画館も入ってるんで、人の出も多いですよね。あ、もう嫌だ、すごい人ですね。頑張っていきましょう。スペインではね、そんなに右に寄ってください、左に寄ってくださいとかそんなにないですけどもね。ここは映画館の方の入り口の方に登ってきましたね。今どんな映画やってるんでしょうか。ちょっとね、軽く食べるファーストフードのお店なんかもね、結構並んでますよ。今やってる映画はこんな感じでしょうか。あんま知らない映画ばかりです。お金がね、引き出せます。あればね、あれば引き出せますよ。あ、カフェテリア。まさにこうなんかちょっと
ハワイっぽいですね。ハワイ全然見たことないですけど、ものすごい人で、今日はクーラーも効いててね、快適ですよ。素晴らしい、結構いい感じですね。こんなお店がありますよ。これなんでしょう。あ、これはあれですね、極度の乾燥、極度乾燥しなさいのお店です。スーパードライストア、極度乾燥しなさい、ファンドベアってお店ですね。ちょっと入ってみましょう。かわいいですね。これが何でしょう。これはワーゲンの中のね、昔少女漫画に出てきたような車です。ね、ここのブランドウェアで結局あの T シャツを買いましたよ。ゲットです。今度はスプリングフィールドちょっと行きますね。ここはね、昔あの男性用のねポロシャツが結構人気のお店です、ね、こんな感じのね、なんともないデザインです。マンゴーな感じですね。マンゴーでーす。昔はね結構好きだったんですけどね、なんとなくねちょっと離れちゃったかなって感じですね。偉そうに言ってますけど、淡い感じの色が多いですね今年は。空いてるように見えますけど、レジがね、王列が並んでましたよ。ここはサラで、ここにね、サラホームがありますね。ちょっと見てみましょうね。いつもいい匂いがしますよ。マイクラ欲しいんですけどね。感じで、あ、素敵。新作でしょうか。あ、綺麗ですね。今度私がこれを着ていたら驚かないでくださいね。きっと似合うと思いますよ。ここはアディダス屋さんですね。あ、なんかスペインを捨ててフランスに行った男がいますよ、ここに、ね、泣いてたと思ったら次の日も笑ってましたからね。あ、でもいいと思います、ね、新しい人生を歩んでほしいと思いますよ。これ子供たちが嬉しいですね、こういうのはね。メリーゴーランドです。やっぱりね疲れましたので帰りたいと思います。ペンペン、なんか奇跡的に誰もいませんよ。でパーキング、ね、向かっております。もう帰ります、疲れました。あ、車、車、あー車、こちらでたーす。あー、いえさ、こちー、はい、疲れました。
今日こんな感じとね、ちょっとダラダラした感じの動画だったんですけどもね、いかがだったでしょうか。また次回もサバイバルで楽しいお勉強してまいりましょう。今回もご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタン、コメント、あとベルマーク登録ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたこちらマラガでお会いいたしましょう。さよなら、アディオス、アスタルゴ。